おられます。お声は聞こえますでしょうから、どうぞお話しください。君の手紙何度も読んだよ、君の愛が僕には必要、君なしの人生は耐えられない。息子の教育君に任せる、他の希望もすべて闘争、君が望むものは君のものだ。感情を抑えるのが皇帝の義務だ。だが君を失うくらいなら信念も破ら、嬉しく伺いました。陛下